ようございます。こんなテクニックはブッダでは使いません。おはようございます。今日はですね、イーストのブッダの稽古ユージ君とやっていました。二人きりで、絞り出すようにして作っているんですけども、今日はフェイスブックアルバムのお話をさせてください。今まであった記事とかインストラクターとかこうアップしたらフェイスブックがなんか俯瞰から見るようになって写真がいっぱい出てきて、そして1枚ずつ押すとですね、またリンクされるっていうすごい優れもので、あ、フェイスブックアルバムってその PR 効果のある写真をアップできるんだなというふうに思いました。フェイスブックのアルバムなんですけども、たくさんの写真をこういうふうに俯瞰で見ることができます。編集もできます。さらに、このように下の方にリンクを貼ることができるんですけども、こちらは業界人コイルクリックしてみます。はい、こんな風に貼っていきますね。で、1枚ずつなんですけどもね、この優れてるっていうのはこの1枚ずつがまたリンクを貼ることができるんです。例えばこれクリックしてみましょう。この下の方、ここですね、もう少し下かな、はい、こういうところにリンクを貼って、これジンヒロシロプロフ、これ飛んでいくことができます。僕のプロフィール、こんな風にフェイスブックアルバムっていうのを俯瞰から見ることができますし、とても楽しく、また検索にも引っかかりますので、おすすめです。さらにですね、こちら僕からのお願いですが、こちらコメント欄がありますので自由に書いていただいて大丈夫です。それからですね、いいねボタンを押してください。さらにシェアボタン、いいねはただのいいねをしましたというふうにこういうふうに表示されます。で、シェアボタンはですね、こういうふうに文字が入るので、好きなことを書いてメッセージを書いていただくと、僕も読んでお返事することができます。それではジンヒロシのフェイスブックページおすすめいたします。では。